ミルクサッカーアカデミーのメンバーでございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。今回はこれですね。ドン出ました、大所事情シリーズ SC 相模原編でございます。よろしくお願いいたします。さあ、このシリーズ図解世代&ポジションプップということで、下からカテゴリーを超えてやっております。全チームということで、さあ、からまで来ましたけれども、さあ、これ以降ね、冬以降移籍も含めて、どんな風なチームになっていくか、構成を含め先生に聞いていきましょうということでございますよ。よろしくお願いします。はい。さあ、相模原楽しみでございますな。相模原はもう、超面白い。J リーグナンバーワン面白いチームだってことは言えるんじゃないかなと思うんですか。とはい、そしてやっぱりね、もうファンサポーターの方はもちろん、はい、特に J2 知ってらっしゃる方だったらもうね、はい、皆さんにご理解してると思いますが、うん、この夏の補強がもう素晴らしかったっていうのがありましたから、ね、なんかこの今すごい過渡期にあって、まあ、J3 から J2 の昇格とか、まあ、監督交代とかもありましたけれども、はいはい、やっぱり他に今の DeNA さんがやっぱね、資本として入られたっていうのも、今日の表紙のディライトっていうところも、うん、実はDeNA さんのミッションバリューのところから持ってきたっていうのもあ、そうなんですね。一人一人に想像を超えるディライト、喜びをって。どういう意味？喜び。あ、そうですか。はい。そんなところから、こう、喜びをファン、サポーターにも届けられるような存在ということで、表紙に書かせていただきました。おしゃれな感じですね、最近。ありがとうございます。持ってくるのね。はいはい。ありがとうございます。ということで、じゃあ、はい、どんなメンバーがいるのか、はい、どんな人の出入りがこの冬ありそうかってことを見ていきましょう。はい、こちらでございます。はい。ドン。出ちゃいました、このメンバー。こちらでございます。うん、はい、まずはね、表の見方からお伝えしていきたいと思います。はい、お願いします。うん、まあ、上の部分に直近3年間の、まあ、成績等々を載せているんですけれども、うん、まあ、真ん中の部分ですね、ピンクのところがゴールキーパーになりますよ。はい、青がセンターバック、水色がサイドバックとかウィングバック。オレンジが守備的なミッドフィルダーになりまして、黄色がオフェンシブなミッドフィルダーとなります。うん、黄緑がサイドアタッカーとかウインガーになり、緑がセンターフォワード、真ん中のね、フォワードタイプとなっております。はい、そして縦軸ですが、こちら年齢と生まれ年になっております。うん、一番左をご覧ください。そしてオリンピック刻みの4年刻みということになってますね。そして一番下が移籍予想。はい、うん。うん。インとかアウトとか。はい、まあ、これはね、各ポジションごと何があってどうなるのか、なんてことを話していく、ね、はい。先生の予想、お見立てみたいなのもありますからね。はい、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず、ゴールキーパーでございます。はい、いや、ゴールキーパーがかなりね、今年熾烈なんですよね。はいはいはい、はい。シーズン序盤なんかはね、三浦選手が務めてたけれども、まあ、アジノール選手、竹重選手なんかもこう務めるようになってってことで、はい、もうみんなもう今もう、ファースト、セカンド、サード、もうだいぶこう戦い合ってるって状態にはなってるよと。なんで誰が出てもいわゆる J2 で戦えるレベルになってるからこそ、もしかしたら3人中、やっぱ3人が3人ともできるからこそ、他のチームからも狙われる可能性もあるだろうなとは思っております。ただ、もし仮に狙われたとしても、相模原というチームは逆に他のところも狙っていくだろうなというのがあり、まあもう皆さんご存知の通りで、うん、このチームもともと、シーズン始まる前は、やっぱりこのね、表全体の真ん中で上目な方しかほとんどいなかったんですよ。はいはい。あ、年齢的にね。はい。そうなんです。ただ夏に下の方ですよね。うん、木村だ、藤原だ、鳴岡だ、小玉だ、松橋だと、うん。若い世代が一気にやってきてくれたというのがありました。ぐぐっとこう未来志向のチームになっていくという意思を見せてますよね。はい。そうなんです。うん、なんで、もしあるんだったら、うん、例えば、アルビレックス新潟の藤田和樹選手とか、うん、やっぱりパリ世代な方々を、もし何かあったらゴールキーパーでも取っていく可能性はあるんじゃないかなって。これなんかゆかりがあったりするの、先生が、この推理の理由としては。すごいのが、うん、やっぱ今のその高木監督。うん、これね、ご存知の方も少なくないかもしれませんけど、うん、このセンターバックの藤原選手、まあ浦和から来たりだとか、はい、あとは左のウィングバックとかフォワードを務めてる児玉選手に関して、うん、まあ、トスから来たんですけど、うんうんうん、彼らをこの夏取るときに、うん、普通で、ね、取るとかっていうふうになったら代理人通じてとか、うん、やっぱ採用担当の方とかでいろいろやるじゃないですか、ぶっちゃけ。そうね。監督自ら選手に連絡して、君のことは、下部組織とか高校時代から知ってたんだよ。高木監督自体が、もともとね、J2 で大宮とかで監督されてましたけど、その時にやっぱ若い世代やっぱ見てらっしゃったんじゃないかな。なるほど。うん。だから君を生かしたいと思ってるから、ぜひうちに来てくれないかっていう。はそういうこと。うん。元アジアの大砲、高木拓也ですって言って。そう一度ご存知ではお父さんに代わっていただいていいですか？どうもお父さん、元アジアの大砲、高木拓也でございますけども、はい、今監督やってます。そうですか。うん、お前こんな光栄なことないんだぞっていうことですよね。そういうことですね。ね、息子さんに
伝えたんじゃない。そしてマーサーすごいのが、その、はい、自ら呼び寄せた若手選手たちが今、相模原でスーパー躍動中だっていうのもありますから、だからみんなそのお父様への勧誘含めた上でうまくいってらっしゃるのかなと。そうですね。はい、思いますと。はい。そうでございます。うん、そして続いてがセンターバック青い部分でございます。まあね、一番上はあの鎌田二郎選手からいて、一番下はね、藤原雄大選手までと、はい、なんと17歳差っていう。そうですね、幅広い。すごい、うん、そうなん、うん、それぐらいな感じになっておりますけれども、はい、最近だから、特にね、3バックってなったら、まあ、ベテラン1名誰かつく、ね、使うってところはありますが、うん、それプラス白井達也選手と木村尾は藤原みたいな感じなものが多いかなっていう状態です。はい。はい、で現状を考えると、今、木村誠二選手っていうのは、FC東京からレンタルで来ていて、うん、はい、で藤原雄大選手が浦和レッズから来てるんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとこれ、他チームの、ね、話になりますが、うん、浦和で言ったら、まあ、ヒロキだ、ショルツだ、うん、この夏やってきて、はいはいはい、さらに、ね、センターバックで言ったら、岩波、牧野、うんうん、オーストラリア U23 代表、トーマス・デン。めちゃめちゃいるね。そうなんです、だから、はい、彼、戻ろうとしても、うん、各国代表レベルと戦わなきゃいけない。うん、まあ、そうですね、うん、なのでおそらくは来年もレンタル延長できるんじゃないかなと、うんうんうん、成長のためにもね、うんうん、そうなんです。で木村選手もライバル誰と言われたら正人森重、ああ、そっか、そうなんですよ、うん、なんで今外国籍の選手たちがもしね東京抜けるとかなったら人足りなくなっちゃうと木村選手帰ることもあると思うんですが、うん、こちらも延長できるんじゃないかなとは思っており、うんうんうん、なるほど、はい、相模原で成長してほしい、うん、そうです、うん、でこのチームなんかセンターバックやや多めに見えるかもしれないんですが、はい、まあ、ただ戦右のね多田選手なんかもバックやることもなくはないですから、うんうん、ただこのチーム3バックなので、うん、やっぱ6人から7人は、うん、まあ、何があっても必要だよねと、うん、3バックのスタメン3人と控え3人と、まあ、マルチ枠もう1人2人みたいなところなので、うんうん、すると誰も出ないって可能性すらあるんじゃないかなと思うんですが、うんうんうん、この2年 J3、J2 とこうねチームと共にステップアップしてきた白井達也選手あたりとかは、まあ、狙われたりだとか、うん、ベテラン陣鎌田選手後藤選手だったらその経験他のチームの、ね、皆さんがこうちょっとうちで生かしてくれなんてオファーが届く可能性はゼロじゃないかもしれないと、うん、思っております、うん、そんな中で、まあ、1人だけこんな選手いいんじゃないかっていうのをお伝えしておきたいのが、はい、ポン出た現、藤枝前 FC 所属、うん、はい、ベルディ、ね、まあ、ベルディからね、はい、レンタルで行ってる佐古真彩選手、うん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 、まあ、190を超える体格、うん、そしてもう年代別代表もずっと歴任されていて、はい、おそらくは将来の A 代表校、なんで来年例えばね、はい、右木村、真ん中藤原、はい、左佐古、うん、どんなセンターバックとかあったらちょっと面白いななんて、ね、得点力もね、うん、ありますもんね、フォワードとして投入してもすぐ点取っちゃう、はいはいはい、ちょっとやってましたもんね、藤枝で、はい、この間ね今治戦とかでね、うん、というのもありました、うん、そして続いて今度は水色とあとちょっと離れてしまうんですが、この相模原というチームは、はい、3バックを採用しているのもあるので、はい、水色の部分と、黄緑の部分を一緒に行きたいなと思います、はいはい、まあ、サイドプレイヤーですね、うんうんうん、で、まあ、このチームすごい分かりやすいのが右の多田選手と石田選手、左の星選手と船木選手っていうのがまあ基本的にはいて、うん、はい、あと他には左で務めることが多い児玉選手、あとはね大分からやってきた高山選手なんてところがまあ大体ウィングバック務めることが多いなと思っておりますが、はいはい、まあ、その中でちょっとそろそろいわゆるね違うステップも考えてもいいのかなと思われるのが、うん、左サイドバックの船木選手、左ウィングバックの船木選手あたりかなと、うんうん、今まあセレッソから来ているというところはありますが、その左のポジションにより若い、そしてオフェンシブで点も取れる児玉選手なんてところがやってきたのもあり、うんうん、やっぱり彼のもともとの船木選手の持ち味である左サイドバックのところ、下がり目のところからのビルドアップとか、うん、彼のそのボールのコントロール技術なんてところは、もしかしたら狙われる可能性とかってことはあるかもしれないなと。で、これね、ちょっと、はい、これまたちょっと我々今サブアカウントという、うん、虎の穴チャンネルというところで毎日ね昼に雑談動画なんかも出してるんですが、そうで、これこの後ね、まあ、朝我々ちょっと撮ろうかなと思ってるんですけども、うん、はい、いいじゃない、実は今ルヴァンの準決勝戦ってのは FC 東京さん、はいはい、なんとサイドバック3人怪我出たんです、あら、一気に、はいはいはい、でこれ東京だけじゃなくてガンバさんだとかいわゆる全、うん、今 J1 全チーム、まあなんなら J2 もそうですけど、うん、サイドバックの結果がはちゃめちゃに多いんですよね、うん、今年、うんうんうん、まあいわゆるね強度高いっていうか5人交代制になったけど、
前の方は交代できるけど後ろはなかなか交代できないっていうので、サイドバックなかなかちょっと柔軟というか頑張らなきゃいけない強度必要になってきてると、うん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 、のがあり、サイドバックたくさん持っておきたいってチームが出てくるからこそ、石田船木この辺りだとかちょっと他のチームが狙ってくる可能性はあるだろうなというのがあったりするんですね。そうなんでございます。続いて今度はオレンジ黄色あたりの中番組見ていこうと思います、はい、上の方がすごいですね、うん、稲本、藤本、うん、兵頭、清原、いやー本当ですよ、レジェンド、うん、レジェンドがたくさん継承が行われておりましたからね今ね、はい、そうなんですよね。でそんな中で、まあ、最近それこそ中盤でこう輝き見せてるなと思うのが、うん、それこその藤本純吾選手あたりからの継承まさに行われてるかなと思うのが一番下、清水からレンタル蹴る鳴岡光選手、はいはいはい、いやまあもうボールを持ったプレーなんかも卓越してうまいっていうところがあって、今だからオフザボールの技術だとか今盗んでるってところがあるんですけど、もともと鳴岡選手サイドハーフとかトップしてやってたんですが、そのね、ボールを持ってビルドアップに参加できる技術だとか含めて今ボランチやってるんですよね、うん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 、たくさんボランチのライバルいるんだけれども、そこら辺ね相手のこうなんかプレスとかをかわす技術とかも含めて今鳴岡選手がトップかななんてところがあったりします、うんうんうん、はいはい、でもただやっぱりレンタルで来てるので、うん、なんで清水としても彼は返してほしいっていうところは、うん、あまあそうか、うん、はい、出てくるからどうだろうなと思うんですが、うん、最近そこでもう一人あのグイグイのグイで来てる選手がいるんですよ、はい、それが、うん、本当に10月最近加入したばかりの児玉俊斗選手、うん、名古屋からやってきたばかり、うんうんうん、で、デビューゲーム、うん、2ゴール水戸戦、うんうん、ありまああったりだとかもしまして、うん、おそらく次はもう彼がこうオフェンスのところのタクトこう児玉藤本あたりでこうなんか担っていく可能性はちょっと高いんじゃないかなというところです、うん、なんで、はい、仮にちょっと鳴岡選手いなくなってボランチのところがってなったとしても僕は児玉選手取れるん、児玉選手を来年も延長して取れるんじゃないのかなと思っている、うん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 、であとはそうなってくるとね、前で一列前でそういうオフェンスのタクト震えるってなるんだったら中盤のその買い取り役が一人必要となってくるんですが、はい、同じ神奈川近いところにいい選手がいるんです、はい、湘南ベルマーレの柴田壮介選手ほう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 、アンダー20 の、 そのパリ代表パリオリンピックのね代表の世代でこうずっとメンバーにも入っている選手なんですが、うん、ちょっと問題なのが湘南の斉藤美月選手がチームに戻ってくるかもしれないという話があり、その後ポジションが丸かぶるんですよね、うん、そして今田中聡選手という今急成長株もいたりするので、はい、ちょっと上から下からっていうところ の、 その突き上げだったりっていうところで今、なかなかポジション取れてない、なるほどなるほど、そんなところをうちでどうですかなんてことはできるんじゃないのかなと思っております、うんうんうん、はい、そして一番最後は一番右の緑のポジションいきましょう、うん、ここね平松総上中山優里となんか世代がボン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 と同じところに固まってるというところが、うんね、うん、ありますが、今レンタルで総上選手がねセレッソから来てるというところがあるんですけど、セレッソ今フォワード 7,8 人いるんですよ、うん、2トップで、うん、3トップで 7,8 人ならまあまあなんですけど、うん、2トップで 7,8 人ってなると多いですね、それは多いですね、なんで来年も延長することは不可能ではない、はい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 、こういうところ、うん、まあでも誰か1人ぐらいはちょっとね他のチームから狙われてもおかしい、うん、僕はちょっと有利選手かなという予想はしてるんですけれども、うん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 、こちらも同じ神奈川県内からレンタルすることも僕は可能かなと思っております、うん、なるほど、今年はマリノスから鹿児島へレンタルされている、山谷雄二選手、うん、去年もね、あの、いわゆる J3 経験者でもありますから、そんな選手を今度は J2 でなんていうこととかもあるんじゃないかな。うん、まあ、彼もパリ世代だって思われます。はい、はい。最年少か。はい。ってのもありますので、うん、そのあたり若手世代を相模原やっぱりぐんぐん育てていくような、うん、そして来年も J2 でというところを、うん、そうですね、うん、で、ファンサポーターにやっぱり面白い試合を見せていただいて、はい、うん、ディライトしてくれるんじゃないかな。ね、なるほど。持っております。今激しい争いをしてますけどもね、来季のカテゴリー次第でまたね流れも変わってくるとは思うんですけどもね、うん、どうなりますかということでございますので、ございます、いただきたいということでございます、うん、はい、相模原お送りしました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。この市場シリーズ他にもいろんなシリーズをですね毎日いろいろやってます。見る赤ミルクサッカーアカデミー、毎日やってます。チャンネル登録してグッドボタンで応援していただきたいなと思っております。井上真でございました。ノーミルクショットでした。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。相模原お送りしました。バイバイ。